キチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ、各チームの育成力、編成力、何が問題なの？打率編です。はい。首位打者。首位打者をどれで取ってるかという。そうそうそう。うん、一番ね、はい、近年で、はい、取ってる。これだから長く取ってないっていうのは大問題だからね。そうですね。うん、もしくは外国人は取るけど日本人がいないっていうのも大問題だから。うん、はい、そういったところで編成力育成力を見ていこうっていうタイトルから逆算しようっていうところでね。うん、まあヤクルトはね首位打者、はい、昨年村上が3割1分8厘で首位打者。はい、で、広島は鈴木誠也が2021年。はい。で、DeNA は2022年佐野が3割2分8厘、はい、で、中日はビシエドが2018年3割4分8厘、で、巨人は坂本2016年3割4分4厘、で、阪神は2014年マートン、はい、3割3分8厘、うん、で、日本人でいうと中日は福留が2006年で、阪神は2003年に今岡さんが3割4分、だからまあ全員2000年以降は、はい、では達成してるね、うん、そうですね。じゃあ、うん、そんな17空いてるとかはあんまりないですか。そうだね、うん、だからセ・リーグでいうとあの村上、鈴木誠也、佐野、鈴木誠也、ビシエド、宮崎、坂本、川端、うん、マートン、ブランコ、うん、安倍長の青木、ラミレス、内川青木、福留青木、志摩、今岡さん、福留、松井秀喜さん、金城、ローズ、鈴木孝則さん、鈴木孝則さんで、パウエル、パウエル、パウエル、うん、オマリー、ハウエル、古田さん、パチョレック、クロマティ、翔太さん、翔太さん、篠塚さん、バースバースみたいなね、はい、感じ、うん、だけどまあ比較的全球団取ってるね。うん、取ってますね。そうだね、うん、そうなってくるとね、なんかどこが多いとかそういうのもあんまり。そう、しかも近年で続けて取るってなかなかないね。鈴木誠也選手が19と21、うん、あと青木が2005、7、10とかね、おっていうところが取ってくるね。そうです、ね、近年でいうと、はい、でもまあ比較的首位打者は全球団取るんだね。ですね、うん、そんな固まってないですね、本当。そうだね、うん、結構ね、はい。で、じゃあパリーグ、はい、パリーグは日本ハムは松本、今年ね、今年ですから、うん、3割4分7厘、今年か、はい、まあ去年か、うん、で、オリックスが吉田、はい、正尚2年連続ですね、2021年3割3分9厘、うん、で、西武は森が2019年3割2分9厘、はい、ソフトバンクは柳田2018年3割5分2厘、うん、ロッテは角中2016年3割3分9厘、うん、楽天は鉄平2009年3割2分7厘、はい、だからまあ松本、吉田、森、柳田、秋山、角中、柳田、糸井、長谷川、角中、内川、西岡、鉄平、リック、稲葉さん、松中さん、和田さん、松中さん、小笠原さん、早稲田さん、福浦さんからの一郎さんが 1,2,3,4,5,6,7 回、でその前辻さん、佐々木誠さん、平井さん、うん、西村さんっていうところになるけども、はい、で高澤さん、新井さん、ブーマーか、落合さん、落合さん、ブーマー、落合さんみたいな、落合さんだらけ、落合さんからの一郎さん、うん、であとそこからはもうランダムだ、ね、バラバラですね、うん、バラバラな感じでね、なんかこうやって見るとイチローさんのちょっと成績半端ないですね。だからこのイチローさんがいた時の94から2000年まで時刻だね、うん、もう誰も首位打者取れない、取れない、だって3割8分7厘とか打ってますから、ね、うん、その中で一番低かった打率が3割4分2厘だからね一番高いのが3割8分7厘だから、はい、これはきついね。2000年にすごっ、うん、パリーグも全員2000年以降だね、うん、そうですね、うん、まあ、ちょっと、まあ、あと鉄平が頑張ったのは大きい ね、まあ、中日からね、うん、トレードで来て、はい、チャンスなくてね、うん、あの首位打者取ったのはね、さすがだね。そうですね、まあ、あとは楽天は、まあ、まだ歴史が浅いからね、はい、ここから、まあ、だから島内とかにね、うん、首位打者取ってもらって、はい、自前のね、はい、タイトルはでも、まあ、首位打者近そうだね、うん、打点王と最短打取ってるんで、うん、もう次首位打者来るんじゃないですかね。そうだね、選手、そしでホームラン王も取ったらね、はい、年またいでコンプリート三冠王あるからね、はいありますね。でも首位打者はそう考えたら比較的セパともにどっちも、うん、そうですね、2000年以降で全球団取ってるね、うん、なんかじゃあ育成足りないとか言うほどもないじゃないですか。そうだね、うん、でも阪神がやっぱりバースとマートンが一番上に来るからね、はい、近年でいうと、あ、そっか、やはりここら辺で日本人がね、うん、
来たいよね、うん、だから阪神でいうと近本とかね、そう盗塁王はね、うん、盗塁けどだから首位打者近本とか可能性あるんちゃう、中野とかね、あこの2人は首位打者は俺は可能性あると思うけどね、うんうん、であとはやっぱ中日もゲレーロ、ビシエドとねホームランを首位打者で来てるから、はい、だから首位打者だから岡林とかね、うん、大島も取れなかったからね、はい、近年で言うとね、うん、だから岡林チャンスあるね、ありますね、うん、最短打ですからね、うんうん、首位打者ね、はい、取ってくると、まあ、変わってくるからね、うん、やっぱ中日とやっぱ阪神はやっぱ日本人選手の打線の格が欲しいね、うん、やっぱ2006年の福留以来いないっていうのはね、はい、まあ、なかなかね、うん、その間にも優勝とかしてるけどね、うん、まあ、またその上位に上がっていくためには必要かなっていうところもあるし、うん、阪神もね2003年の今岡さん以来首位打者がいないからね、うん、はい、だからここら辺で打線を上げていくとね、うん、また大きくねチームの順位も変わってくるから、うん、やっぱここは日本人活躍したいね、確かに阪神なかなか打撃タイトル取る人ってね、うん、いないですね、なかなかね、うん、いないからね、はい、そこら辺がちょっと課題かもわかんないね、うん、そうですね、でもこうイチローさんみたいに続けて取る人っていうのが今首位打者いなくなりましたね、やっぱ首位打者続けて取るのは難しいよ、うん、だからイチローさんがすごかったってことですね、イチローさんはえげつないよ、これだってずっといたらずっと10年連続ぐらい取ってたかもわかんないからねそうですね、うん、もうイチローさんしか取れないってなっちゃう、まあ、でも小笠原さんの2003年3割6分もすごいよ、あ本当だ、いやでももう最高打率やっぱりイチローさんじゃないですか、うん、でもこう考えたら右がねパリーグだったら松本久しぶりだからね、右で言うと内川以来だからね、2011年、あでもそう思うとやっぱその前だと日本人だと和田さん以来だから、うーん、え右全くいないで93年の辻さん、はい、やっぱ左だね、そうですね、首位打者って右で取ったらすごいね、うん、左しかいないほぼ、セ・リーグはどうや、あ鈴木誠也か、うん、宮崎、坂本、長野、うん、内川、意外といるんじゃないですか、今岡さん、うん、ローズ、古田さん、前見さん、まあパ・リーグに比べたら右いるね、うん、でもやっぱり全体的にやっぱ左が多いね、そうですね、中段差とんのはね、うん、だからそれってやっぱり左の方が一歩が早いとか、まあでもそうだね、だって阪神も次取れるのは近本か中野って言ってるし、左ですね、で中日も岡林って言ってるから、はい、結局左が首位打者候補になってくるのかな、なんで最近やっぱ左の方がバッター的には多いってことですか、あとはまあその内野安打とかもね、はい、稼げるかも分かんないじゃん、うん、左の方が一方の差っていうので、うんうん、だからやっぱヒットを打つのがやっぱ左の方が打ちやすいのかな、うん、この統計から、まあ、あと右ピッチャーが多いっていうところもあって、うん、そうだね、うんうん、っていうところではまあそこら辺がね、はい、うん、どれだけ頑張ってるかだから、だから首位打者は全球団そんななかったね、はい、穴はね、うん、そうですね、角、うん、中なんてね独立リーグからの首位打者だしね、うーん、そうか角中選手取ってたか、うん、そういった意味ではね、はい、すごいよね、うん、うん、はい、まあ、ということでね、はい、首位打者は各球団ね、はい、まんべんなく活躍してたんですね、うん、じゃあちゃんと首位打者を育てられてるってことでは、そうだね、そこまでいい感じだね、いい感じ、穴がないですね、うん、そうですね、はい、はい。